出会いは、もともと就活私は、大きい大手の企業の子を最初に受けてたんですけれども、まあ、あんまり性格的に合わなかったみたいな部分もあって、で、6月ぐらいになって何も決まってる会社がないような状態で、でその時に、まあ、私哲学を勉強していたので、そのまま大学に進んで、まあ、哲学やったりとか、まあ、あるいは高校の教師になるみたいな道もあるなと思いつつフラフラしていた時にたまたま Facebook で、まあ、合同のベンチャーの説明会があるっていうのを見たんですね。で、もともと僕はあまりベンチャーってどうなんだろうなって思う部分があって、それは何かっていうと、なんかこうみんな同じ目標に向かってわーっていく、なんかすごい狂信的というか盲信的な、なんか集団のイメージがあって、自分はなんかそのノリには乗れないなっていうような、まあイメージを持っていたのであまり見れなかったんですけれども、なんかその時、まあ、何も見ないで やるのは良くないなと、決めるのは良くないなと思って、たまたま行動説明会に、応募をして、まあ、その6月の後半までもみんなほぼ就活終わってるような状態の時の説明会に応募して、で行ってみて、で十何社かあった中で、ピンときたのが、まあ、GC だったというか GC にたまたま会って、その時に話を伺ってて、この会社面白そうだなと思って面接は受けようと思って面接受け始めたっていうのが出会いです。いいなと感じたのが、その人の話の聞き方だったりだとか、まあ、その時いたその担当の人と話していて、この人はなんかすごい本気で向き合ってるなっていうのプラス、なんかなんだろうな、ベンチャーらしいこうギラギラ感というよりかは、なんか本質を見つめようとする、なんかちょっとどちらかというと哲学者チックな姿勢もあるように感じていて、なんか自分の中で親和性を感じたっていうのが大きかったかなと思います。そうですね、面接何回、面接というか座談会みたいなのも含めて、社員の方とは7回ぐらいかな、面接というか会いに行ってで、まあ、その中でやっぱり大きく感じたのが、すごくやっぱり話を聞く姿勢がすごいっていうのと、あと一人一人がものすごくこう物事を考えて自分の言葉で喋ってるっていうのを感じました。で基本的になんかその面接って企業が持ってる言葉だったりとか、そもそも用意してきた言葉をぶつけるっていうのが多いなと思ってて、例えば志望動機は何ですかみたいな、そういったなんか用意された質問であったりとか、用意された返答みたいなものが返ってくるのが、まあ、多かったんですけれども、そんな中で、GC に関してはもう一人一人がなんか面接のスタイルも違うし、僕の出した答えとか僕の出した発言に対しての返答っていうものをものすごく考えてるなっていうふうに思ったのが、印象的でした。なんかすごく僕はたまにこの話するんですけど、言い淀みが GC の面接って多いなと思ってて、 GC の座談会だったり面接っていうのはなんかその人が言い淀む瞬間が多いなと思って、僕はその言い淀みがすごく好きで、なんかすごくこういう感じで、それはいやでも、でも僕はこう感じるかなみたいな、そういうコミュニケーションを取ってくれて、この言い淀みって結局なんかそこにちゃんと自分の考えをどう話せばいいのかっていうものをちゃんとこう考えながら湧き上がるものっていうものを大事にしてるんだなっていうのを感じて、僕はそこがすごくなんかいいなって思いました。でも入社してからもギャップというよりかはやっぱりなんかそのちゃんとやっぱり考えてる人たちの集まりだなっていうのをすごく感じてますし、まずその入社してからって結構私が入社したのが4年前か、4年前とした時に、そこから結構会社の組織形態とかも変わっていってるし、それをなんか一人一人がその変化をしっかり飲み込んで、かつその変化に対して一人一人がなんかこう違った形で自分の反応の仕方で反応しているっていうのをこう全員がちゃんとやってるというか、なんか全体をこう一つの色に染め上げようとするわけじゃなくて、なんか一人一人 その感じてるものっていうものを大事にしながら、組織というものがどんどん進んでるなっていうのはずっと感じてるので、なんかその感覚っていうのはやっぱギャップというよりかはなんかむしろここまで徹底されてるのかっていう感じの方が僕は印象強かったかなと思います。面白
人一人は結構考えてるっていう話があって、うん、何を考えているっていう。ああ、何を考えて、確かにな。何を考えてるんだろう。何を考えてるんだろうな。なんか人のことを考えてることもあるし、それこそ自らの幸せだったりだとか、あるいはそのこの会社の事業をどうすればいいだったりだとか、今その自分がこの役割で今自分の居場所で何を考えるべきかっていうことからまず考えてるなっていうふうに思ってて、まあでもなんかこうただただこう考えずにやられ言われたことをやるっていう人はまずいないかなっていう、まあ、そこはすごくいいところだなっていうふうに思ってます。一人一人なんか意思を感じるみたいな。そうですね、そうですね。まあ、なんかその意思を出す発揮する場所っていうのは一人一人違いども、何かしらで意思を感じる、どこかで意思を感じるっていうのがうちの会社の面白いところかなと思います。